はい、こんにちは。日本改革党楠澤です。水戸の昼休み様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援くださいまして、誠にありがとうございました。池袋のデモに来てくれたんですよね、水戸から。遠いとこ、ありがとうございました。正式告知はまだですが、10月22日日曜日午後、渋谷の NHK コース、例の春の小川コミュニティパークに集合して、NHK をかすめてスクランブル交差点を目指すっていうコースで、NHK ネット聴取反対スクランブルデモを開催します。これどっちがいいですかって、ツイッターで質問したら、ちょうど半々、スクランブルデモがいい、ネット聴取反対がいい。で、ちょうど半分だったんで、合わせちゃいます。NHK ネット聴取反対スクランブルデモを開催します。よかったら予定あげといてください。実はストレートにですね、NHK 解体デモとやりたいとこですが、これ沿道の通行人にピンとこないと思うんで、中にはね、NHK 大好きな人も沿道にいるじゃん。なんでいきなり解体なのって反感食う恐れもある。昔どっかが NHK 解体集会みたいなのやってましたけれども、やっぱりいまいち盛り上がんないですもんね。NHK 大好き人間もいるんでね、高齢者さんを中心に、NHK でやってたからっていうのが、そのなんか神がおっしゃったみたいな、そういう感じで喋ってる、会話してる人を電車でよく見ます、高齢者なんですけども。ですんで、スクランブルデモ、で、スクランブル放送っていうことと、ネット聴取反対、ネットから聴取しようとしてんだよっていうことを、周知拡散を狙っていこうと思います。皆様、よろしくご参加ください。イスラエル状況、続報、10日夜、米英独仏委、首脳緊急電話会談、解散。イスラエルの混乱については、引き続き5カ国で連携していく共同声明発表。双方自制をなんて、どっちつかずの敵と言ったメガネは呼ばれず。まあ、武力行使の話だったら、呼ばれても救助が邪魔して軍出せないけれどもね、同じ敗戦国のドイツ、イタリアがこの5カ国に参加してんのに全く情けない。78年も救助をどうにかできなかったのも全く情けない。LGBT では G7 と足並み揃えなんて言ってたのにね、はぶられてんじゃん、岸田。あと参加してないのはカナダであります。カナダはなんで参加してないんだろうね。軍出すには、負担が大きすぎて、武力行使には参加できないっていう理屈なんでしょうか。アメリカ国防総省、米国民保護のため、ガザ地区での特別作戦の可能性を否定しないと発表。米軍兵士によるガザ地区しらみつぶしがあるかもしれないですね。まあ、米軍兵士の安全のためにですね、徹底的に更地にしてからでしょう。多分、米国民保護する気あんのかみたいに言われちゃうかもしれないですけれども、東亜外務省、パレスチナにいる日本人に退避勧告、一番、緊急度が高いレベル4っていうのに、したそうであります。2日遅いと笑われる。パレスチナにいる日本人はですね、医療関係者が多いみたいであります。あとは、報道とか国連関係、がいるみたい。日本語で助けてと叫びながらハマスに連れ去られる映像が、女性ね、ネット上に出回るが、外務省によれば日本人の被害者はゼロということで、外国でこれひょっとしたら外国で都合が悪い時は日本人のふりをしろっていうのが義務教育されている韓国人だったかもしんないな、それとも本当に日本人女性いたのかな、心配ですけれども韓国人だった可能性もある。外務省の発表を信じればですよ。外務省の発表を信じればですよ。サウジ、パレスチナ支持を表明。ハマス以外の
パレスチナ人は応援したるって意味みたいであります。イランはハマス支持を表明、ハマスは応援するが、ハマス以外のパレスチナ人は知らんって、なるほど異常なテロ支援国家だな、日本はもうイランから石油買うのやめろ、バランス取るためにサウジ、アラブ首長国連邦、イランとまんべんなく買ってますけど、もうイランから石油買うの日本やめたら、ガザ、エジプトの国境に1000本以上の、地下トンネルが存在する、これあの手掘りだって、もしエジプトがガザに物資を運び込んだら攻撃するとイスラエルが警告、イスラエル軍ガザのハマス拠点をあのバンカーバスターで攻撃している、これ地中をぶち抜いて地下を攻撃するミサイルですね。地下室に潜んでいるテロリストも逃さない構え、ガザ西部エジプト側がほぼ更地になった、東側から潰してってですね、エジプト側に脱出させるのかなって、思ってたんですけど、東側はイスラエル領で袋工事なのでどこにも逃がさない、徹底的に潰す意思を感じる、ハマスが縛られた4人の人質を撃ち殺す衝撃映像を CNN が放送。ハマスのテロリスト、イスラエル民家に押し入り、強盗ついでにおばあちゃんを殺害する場面を、おばあちゃんのスマホを使って Facebook 生放送、部屋は血の海。イスラエル軍、40人以上の首を切られた乳児の遺体を発見。激高コメントでネット大荒れ。無垢で無害な赤ちゃん殺しは、古今東西、大罪。ですからね、これ無垢っていうのはあの何にも悪いことしていないっていう、無害っていうのは、まあ赤ちゃん無害ですよね。赤ちゃんに危害を加えられる恐れはないですよね。ですからあのやられると思ってとっさにあの手出しをしたっていう言い訳が通用しないから、赤ちゃん殺しは古今東西大罪です。イスラエル国防部、領内に侵入したハマスのテロリストは最大で1000名と発表。失礼しました。イスラエル国防部、領内に侵入したハマスのテロリストの遺体1500を確認、完全に制圧したと発表。1000人、最大1000人って言ってたんですけど、死体は1500っておかしくねえか、生きて帰れない玉砕部隊だったのか、単に逃げ遅れた連中が成敗されたのか、イスラエル軍の、海軍の艦砲射撃、軍艦から大砲をドッカンドッカンとぶっ放す、標的はガザ港、支援物資を入れない目的かな。イスラエル政府は国民に敵に拉致された時は死亡扱いで構わないとサインさせている、宣誓させている。だから人質にはならない。イスラエルが殺害したシンワルってやつは政治部トップに過ぎず、本当のハマスの幹部はカタールのコンドミニアムに住んでいる。ハマス軍事トップはデイフって名前のやつ。米空母艦隊が出張ったのはイランとシリアの参戦を警戒したものだったが、今のところその動きはない。やはりいきなりの非武装民間人無差別虐殺はまずかった模様。応援しようがないっていうですね。ドイツベルリンで反イスラエルデモが暴徒化し、警察署を襲撃、まあイスラム教徒だな。似たようなことを日本でもやるはずであります。イスラム教徒が特に多い自治体って言ったら慶和口市なんかが思い浮かびますね。埼玉県慶和口市、あえて名前は伏せますけれども、伏せてないような気がしますけど、新ハマスのハクティビストって名前の、ハクティビストやアノンゴーストって名前のハッカー集団がイスラエルを攻撃、政府の緊急警報アプリを混乱させたエルサレムポストの回線をダウンさせたなどと主張。昨日日本でもですね、全国銀行資金決済ネットワークが混乱してですね、入出金ができなくなるっていうトラブル長時間にわたりありましたけど、なんか関係あんですかね。それともこっちはどさくさで混乱狙って中国あたりが仕掛けたもんなんでしょうか。
米空母艦隊中東に到着、イエメンのフーシとバドルっていう、テロ組織が米国がイスラエルに介入したら我々は米国の全てを標的とするテロを開始すると警告。アメリカがそんなの気にすっかな。まあ連動して、他もいろいろ動き出してきましたね。ドイツ、ベルリンで反イスラエルデモだって。で、警察署を襲撃だって。恐れてないですね。生意気ですね。警察舐めてますね。ポルカーターク、国連人権高等弁務官、ガザ完全包囲で民間人から生活必需品を奪うのは国際法違反、と言いました。世論です。音楽フェスで殺された人たちの人権は、民間人無差別虐殺してるやつはほっといて何をのんきだ。イスラエルは無視するでしょうな。国際法なんか無視するよね。ガザ地区は国家ではないので国際法は適用されない。国連が役立たずなのはウクライナで証明済み。欧米が制裁するわけないから意味のない警告。その国際法とやらをロシア行って解いてくれば説得力増すよ。ガザ地区からロケット攻撃されたんだから、イスラエル攻撃は地区の総意でしょ。じゃあ国連が解決してくれるのかな。まあそんな建前ぶっこいていい人ぶってもイスラエルは耳貸さないと思うけど、なんせさらわれた時点で死んだもんとみなしていいですって参院させてんだからね。よかったね、いい人ぶれてね。ウクライナでも全く役立たずの国連、多分台湾有事でも役に立たない。役に立たない国連に代わる新秩序をそろそろ。確かロケット5000発はガザからだったし、パラグライダーやボートで侵入したテロリストもガザからだったし、ガザ全体を敵拠点ってみなされても仕方ないんじゃないのこれ。それにガザは自治区で国家じゃないから国際法は適用されない。今こそ共産党はですね、救助を生かした外交とやらで殺し合いを止めるべき。イスラエルに出かけてって救助を生かした外交を展開すべき。できたら株爆上がりですね。まあ方法は知らんけどね。なんせですね、球場を生かした外交って一体どうやんのって聞いても共産党は絶対に答えませんからね。知る人は誰もいません。通貨共産党内部にも知ってる人いないんじゃないでしょうか。これから本格的に地上から蹂躙される予定のガザ、ロシアにはかなわないから、ウクライナは犠牲者を増やさないために降伏しろって言ってた連中、なぜかイスラエルにはかなわないからハマスは降伏しろって言わない。こっから推測するに、降伏しろって言ってた連中はですね、民主主義国家は嫌い、テロリスト好き。ロシアみたいな民主主義国家とは呼べないような、まああそこ独裁ですよね、実質ね。そういうとこは好き。テロリスト、暴力集団も好き。暴力で国を束ねてるようなロシアとか、ハマスみたいなテロ組織は好き。民主主義国家イスラエルやウクライナは嫌いと。こいつら多分台湾有事が起きたらですね、中国にかなわないから犠牲者増やさないために日本は降伏しろって絶叫すんでしょうね。これ、日本人は抵抗せずに黙って殺されてろっていう九条の精神に乗っ取って、日本民主主義国家、中国そうじゃない方が好き、民主主義国家は嫌い、いやだよってお前らだけで黙って殺されてるって球場の精神にのっとって、谷を巻き込むなっつうのね。民間人無差別虐殺のハマスをどうにも擁護できない民主主義嫌い、暴力革命好き、テロリスト好きのテレビ各局、なるべくなるべくイスラエル情勢を報道しない作戦を展開。ティラムズ・レジャバ駐日ジョージア大使、昔グルジアって呼ばれてたとこですね、世界で何かが起きるとなんで日本では報道されないんだと批判の声が上がることがありますが、テレビで報道されているかどうかでそのことが重要かどうか判断される時代は終わってて、今は情報の質を判断する力を養わなければならない時代ですと。テレビは大事なこと報道しませんよね、みたいなこと言いました。世論です。なぜってマスゴミだから。あの人らをマスゴミと呼ぶのは適切。戦争よりジャニーズ、テレビにジャーナリズムはありません。まあテレビは終わってるから、それは国外より国内を混乱させる方が大事と思ってるから。
隠蔽と改ざん、そして洗脳がモットー。日本赤外赤軍みたいな無差別テロをしたのはパヨイにとって都合が悪いから、報道しない自由を行使と、チラチラとテレビ報道されているようだが、事の重大さに比べて内容が薄い、扱いが小さいみたいであります。私テレビないんでよくわかんないですけれども、テレビ報道されたから重要って時代は終わってる。これはまたきつい皮肉言われてるんですけど、テレビの中の人間はバカでわかんないだろうな、気がつかないだろうな、皮肉言われてるってね。まあ悔しかったら NHK でもを全国放送するように、あと実習制度廃止でももね、テレビ離れで地方局が苦境、ライバル関係にあるはずのテレビ愛媛、南海放送、愛媛朝日テレビ、愛テレビが4社共同で取材のための支社を利用する、支社を作った、取り組み開始、人員1名記者もカメラマンもこなす58歳のスーパーマンだそうであります。スーパー男性、世論、たまたま目にするテレビが低質で見るに耐えない。食堂とかで目にしちゃうんだよな、私もな。ラーメン、食いに行ったらテレビついてるとか、もう嫌なんですけど、もう低俗で。テレビ局がなくなっても構わないよ。むしろなくなるべき。高齢者しか見てないし、なんで見てもらえないのか考えなさい。おもんないのばっかりやってる自業自得でしょ。全社停波でも構わんぞ。自業自得や、停波、テレビいらねえっていう意見が大型であります。全くの同感です。 NHK 含めね、全部放送停止で全然構わない。私的にはニュースを取材し発表するのはテレビの潜在特許ではないですね。アニメとか見たかったら、まあネット配信があるしね。それに今は現場の市民がジャーナリストに早変わりの時代だし、テレビいらねえ、テレビ見てるとバカになると言ってた両親が今そうなってて悲しいって投稿ありましたよ。忘れられない投稿ですけれども。テレビあんなに頑張ったのに、中国の印象はと聞かれて良くないと答えた日本人が 92.2%、去年より 4.9% 増えました。世論9割ってすごいな。印象が良くなる理由がないから。今に始まったことじゃない。処理水の伝達でさらに悪化したわね。お互いが嫌ってんだから断固でよくね。中国と付き合いたがるやつなんて金か女で転んだやつばっかだろ。金と女で転んでっかもしれないですね。世界中の観光地で中国人の迷惑さが知れ渡ってるしな。いい印象を持たれるような努力したことないよね。去年でも 87% じゃん。知れば知るほどってやつ。あとは中国人相手に商売してるやつが冷え上がってくれれば。河野太郎とかですか。中国相手に商売やってもげてるやつ。こいつらが冷え上がってくれれば。良くない印象を持ってないっていう 7.8% は一体どういう属性の人間なんだろうかね。立憲共産社民令和の支持率合計がいつも 10% から 14% なんですよ。これ以下ってことは我々から見たら生粋のパヨに見える野党支持者の中にも中国に良くない印象を持つ人がいるだと、にわかには信じがたいんですけど、まあ行儀よくしてよく見られたいって努力したことないもんね。当然だよね。大丈夫、人民を嫌ってんのは日本人だけじゃねえから。海外スレッド、日本観光では何が一番嫌でしたか。日本に、観光に行った外国人、対象に、こういうスレッドだった。栄えある1位は中国人観光客が一番嫌だった。日本観光では中国人観光客が一番嫌だった。栄えある1位、だから大丈夫。何がって感じなんですけれども、というわけで10月20日 NHK でもやりますんで、皆様よかったらご予定あげといてください。このデモを報道するまでデモするぞって言っちゃってるから、私もやめるにやめられませんね。皆さんもご協力ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。